こんにちは。こんにちは。永田照司のパワーアップ神奈川です。はい、私は神奈川県議会議員の永田照司です。茅ヶ崎テレビの岩田あかりです。この番組は茅ヶ崎の不動産屋さんティーズエステートよりお送りしております。はい。はい、今回は、はい、県議会第3回定例会についてですけど、はいはい、なんか最近台風のお話とかいろいろ続いてたので、うん、活動報告は久しぶりになるかと思います。県議会のね、こう、うん、動きっていうものをね、はい、紹介しようかなと思いますけど、はい、市議会の時、まあ、茅ヶ崎の市議会の時と、はい、神奈川の県議会で、あ、こういうとこが違うのかって思うとこも、うん、まあ、いろいろあるんですけども、うん、その一つに、はい、定例会っていうのがそれぞれあって、うん、何日から何月の何日から何月の何日までを議会の会期っていうことですよっていう、まあ、一つのくくりの定例会というものが茅ヶ崎の市議会だと、まあ、他の市町村議会も大体そうなんですけども、うん、その年の3月に第1回定例会ってやって、で年度は4月から始まるじゃないですか、うんうんうん、だから第1回定例会の時には翌年度の予算を審議するっていう、うん、そんな第1回定例会やって、で第2回定例会を6月にやって、はい、で第3回定例会を9月あたりにやって、でその9月の議会で前年度の決算、うん、前年度の、まあ、会計が 3月に閉まるじゃないですか、はい、でそれの前年度の決算を、まあ、検証するという決算委員会をやって、うん、で12月は第4回定例会ということで12月に議会をやる、定例会をやる、まあ、そういう市町村多いんですけども、神奈川の県議会ってちょっとそれと違ってて、あ、面白いなと思ったんですけど、うん、第1回定例会は、まあ、2月3月にやって、はい、で翌年度の予算を中心に審議して、まあ、それ以外 の議案もやるんですけども、うん、そこもまあ大体イメージは一緒、はい、で第2回の定例会も6月の、まあ、6月の時期に第2回定例会をやって、補正予算やったり議案を審議したり、まあ、代表質問一般質問やるっていう、まあ、そこもほぼほぼ一緒なんですけども、神奈川の県議会って第3回定例会しかないんですよ。え？ってことはじゃあ12月って、うん、どう神奈川県議会やんないの、うん、って思いきややるんですよ。で、なんだそりゃっていう話なんですけども、その第3回定例会がひたすら長い会期が、はい、あ、うん、期間が長い。そう、9月の6日に始まりました、はい、第3回定例会が閉会するのが12月の18日なので、まあ実質第3回定例会と第4回定例会がくっついて第3回定例会になってるっていう、まあ、そんなイメージなんですね。だから面白いんですよ、その要は前半と後半みたいなイメージがあって、うんうん、9月の6日に始まって代表質問一般質問ってやって、で常任委員会特別委員会ってやるんですよ。で、まあ、これが一つの繰りだとするじゃないですか、はい、で後半戦、11月から12月にかけて、やっぱり同じく代表質問一般質問常任委員会特別委員会ってやるんですね。でこれがまあ一つの塊だとするじゃないですか、これ後半戦、うん、でこの前半戦と後半戦の間に決算委員会やるんですよ。でその決算委員会も7日間やるんですね、はい、まあ、そんな感じ で私は今回6月にね、はい、本会議で一般質問やりましたって報告はさせてもらったんだけど、はい、今回私本会議の方では、はい、質疑っていうのはなかったんですけども、はい、委員会の方でね、やりまして、前にもご報告したと思いますけど、常任委員会の方は防災警察常任委員会っていうことで、はい、警察案件とかあと、はい、まあ防災ですよね、まさにそういう案件を取り扱いする委員会にありまして、で これ常任委員会って2日やるんですよ、はい、3日やるんですけども、そのうちの2日間私質疑しまして、はい、計4時間当局とこうやったんですよね、うん、で、まあ、一例を挙げると、はい、まあ、今回15号ちょうど質疑した時15号の後だったんで、はい、15号の時のまあ、県警察の救助体制と
関係機関の連携についてですとか、あと、まあ、暴力団情勢、まあ、いろいろね、山口組6代目とかっていうことで、まあ、不安に思う皆さんもいる中で、うん、まあ、どういった警察の取り組みをしているのかとか、あとはそうですね、特殊詐欺の対策についてとか、特殊詐欺、はい、まあ、通称ね、昔オレオレ詐欺っていう振り込め詐欺とかね、特殊詐欺ですね、はいはい、あとは避難所、災害時の避難所の確保だとか、うん、民間団体との災害協定とかですね、あとワールドカップ期間中の危機管理体制、あと前もこれ触れましたけど、うん、自転車の損害賠償の保険、10月から義務化っていうことになったんで、うん、まあ、そのいよいよね義務化始まったっていうことで、 その取り組みについて、進捗具合をね、確認したりとか、まあ、そんなことを、まあ、上院会で、2日間で延び4時間こういろんなやり取りをしたっていうことでしたね。あと特別委員会でも私またそうですね、やっぱり2時間ほどやったということなんです。で、今度は決算委員会が今ちょうどやってる最中だっていうことを申し上げたじゃないですか。でここでもですね、だいたい2日間ぐらい私出番があって、質疑の出番があって、だいたい5、60分ぐらいやるんですけども、1日目は終わったんですよ、はい、まだ2日目がこれからあるんですけど、はい、1日目は公営企業の、まあ、決算の概要と、あと公営企業っていう、まあ、水道事業とか発電事業とか兼やってるので、はい、それの、まあ、利益処分についてとか、まあ、あとはその水道、そもそも水道事業がしっかりうまくいってて、これからも県民のこう生活にね、とても大事なライフラインである水道事業が安定的にね、うん、持続可能な経営が できるのかと、うん、まあ、できてもらわなきゃ困るんですけども、はい、まあ、そういった質疑をやったっていうことで、まあ、なんだかんだでこう準備もあるので、毎日っていうと大げさなんですけども、かなり頻繁に、うん、県議会に行っていると、住民相談なんかもその間にタンパンパンパンと入ってくるので、で住民相談を受ければそのこう、まあ、対応でね、また担当の課の人といろいろ協議したりとかって、まあ、そんな日々を送っていますというのが、まあ、日常ですね。はいはい。デリさんはずっと、はい、ね、茅ヶ崎市議会で活動されてましたけど、うん、まあ、その時の活動が10だとしたら、うん、今の県議会のお仕事ってどれぐらいの、なんか数字で表すっていうのは非常に難しいんですけども、うん、単純に考えて茅ヶ崎市選出の県議会議員として茅ヶ崎市に関わる仕事もこれも当然やっていく、うん、政令指定都市ではない茅ヶ崎市として県と市の連携っていうのもこれ本当に大事なので、なんか今までやってきたことも、ね、継続してるものもたくさんありますね。今まで市議会の立場でやっていたことを今回は県議会議員の立場で、うん、関わっていくという意味で、これまで同様に茅ヶ崎市の案件に携わっているのに、さらに今度は神奈川県全体の案件にも関わってくるっていうところもあって、うん、で倍ぐらいのイメージですか。まあ、倍は大げさかもしれないですけども、でも本当に、うん、いろいろこう、うん、やっている感じは。本当に県議会に行かれてから、うん、ほぼ遅刻ですもんね。遅刻、あ、すいません、これの収録にですね、ごめんなさい。そうそう、お仕事じゃなくて、この収録の、すいません、強調しますが議会に遅刻したことは全くございませんので、そうそう、ないと思うんですが、はい、ほぼこのパワーアップ神奈川は遅刻ですもんね。その戻ってくるのに ねすいません、なんか、まあ、違う違う、お忙しいんだな。ああ、フォローありがとうございますという感じですね。だからちょっとね、今日は近況報告ということで、しっかり後半戦、決算委員会まだ残ってますけど、決算委員会と後半戦も頑張ってまいりますので、また、はい、よろしくお願いいたします。
それではまた見ていただければと思います。さよなら。さよなら。